妹よ、今日も元気に戦車に乗って遊ぼう。わかったよお姉ちゃん。今日乗る戦車は、ドイツのティア70戦車、6号戦車ティガーさんだね。うむ。マップは玉へ、マッチングはティア6から8だね。それじゃあ初動は、IS63 が行くみたいだし、私たちも北東の重戦車戦場に向かっちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。今日のマッチング、格上重戦車さんは敵も味方も IS63 だけだけど、お互いにスパパさんもいるね。うむ。味方のスパパさんは中央に行くっぽいし、敵スパパさんの出方次第では、北東で若干不利になるかもだね。とはいえ、トラさんはヘルスはデフォルトで1500とティア8並み。火力面でも単発はともかく、DPM は並みのティア8重戦車以上と、ポテンシャルはすごく高いから、多少の不利は覆しちゃいたいね。そうだねお姉ちゃん。ティア8が来ても、恐るるに足らずだね。いや、走行面でボロ負けなので、ティア8との対決はできれば避けたいね。あわう。さて、そろそろ接敵する頃だけど、敵は誰が来てるかな？むう、これはちょっと待って、想定以上の戦力差かもだね。本当だねお姉ちゃん。車両のティア、数ともに、敵がこちらより上回っちゃってるね。うむ。しかも後続の味方さんの位置がちょっと悪いね。今引いて敵に前に出られると、後続さんの移動中を撃たれそうだし、ここはしばし引けないね。了解だよお姉ちゃん。後続さんを撃たせないためにも、ここで頑張るね。うむ。私たちのトラさんを、そうやすやすと倒せると思うながおう。む、そっちに行くのなら、通行料をいただきますよ。後続さんたちが到着したら、引き気味に戦う？お姉ちゃん。うむ。それも一つ手ではあるね。でも、気持ちよく撃てちゃってるし、このままここでハルダウンしつつガオガオ戦っちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。くぅ、APCR で貫通されちゃったか。でも、痛い IS6 の方は防げたし、悪くないね。いいね、お姉ちゃん。そして自走さんの攻撃で KV2 さんがダウン、後続のピートラさんも前線に到着したし、これは押しかけちゃいそうだね。って、むぅ。おいちゃんの HEAT が貫通だと？あわう。おいちゃんの15センチ HEAT は貫通150ミリだから、トラさんの車体走行だと多少角度がついてても貫通されちゃうね。うむ。一気にヘルスが半分以下になっちゃったし、被弾をもらうとダメージの振れ幅次第では落ちちゃうから、ここからは慎重に行くとしようか。了解だよお姉ちゃん。む、敵の IS63、こちらに来る気かな？スパパさんを倒したら味方さんたちが横から来てくれるし、迎え撃つとしようか、と思ったら、左の細道にそのまま行っちゃったね。それならスパパさんを横から撃っちゃうね。うむ。左、右、そして上からの圧倒的包囲攻撃。これは防御力に定評のあるスパパさんといえど耐えられないだろうね。よしよし、ナイス撃破大妹よ。そしたらさっき逃げていった IS63 とおいちゃんを追いかけるとしようか。了解だよお姉ちゃん。と、IS63 は完全に待ち伏せモードのようだね。本当だねお姉ちゃん。ここはチラチラ砲塔を見せて、撃たせてみる？うむ。そこそこ大きいキューポラがついてるから怖いけど、相手はフルヘルスの IS63 だし、油断せずそれがいいだろうね。了解だよお姉ちゃん。さあさあ、撃ってくるがいい。とと、まずいね。ここ、自走さんの車線が通っちゃってるのか。そして撃ったね IS63。あわう。地面を撃っちゃったよお姉ちゃん。くぅ、どんまい大妹よ。今一度仕掛け直すぞ。よし、IS63 の攻撃を防いだね。今度はガッツリ出て、車体下部を確実に狙おうか。了解だよお姉ちゃん。ナイスショット大妹よ。よしよし、味方の AT15 さんが、IS63 の背後に忍び寄ってるね。いいね、お姉ちゃん。ナイスショット大妹よ。ふっふっふ、戦車は同時に前後を狙えないってね。そしてナイス撃破だ味方さんだね。む、AT15 さんに380ダメージか、これは敵スウェーデン駆逐さんからの攻撃かな？スーパーシャーマンさんは南みたいだし、その可能性が高いねお姉ちゃん。うむ。とはいえ、味方 IS63 が結構いい位置まで詰めているし、発見できるかな？ IS63 って、
結構近眼じゃなかったっけ、お姉ちゃん。となると自力で探すしかないのかな。でも、この先はデスロードみたいなものだから進みたくないし、ここは陣地転換して南から攻め直すべきかな。と、ジャクソンさんを発見だね。でも、地形の向こう側っぽいね、お姉ちゃん。出てきてくれれば撃てるけど、IS-63 がいるし、出ては来ないかな。と、どうやら南も味方の勝利に終わったようだね。それなら足の遅い重戦車で陣地転換するより、味方さんの北上を待つとしようか。了解だよ、お姉ちゃん。ヘンシェルさんがあの位置で見つかってないようだし、私たちも前に出ちゃおうか。了解だよ、お姉ちゃん。正面に M10 パンターさんがいるね。やっちゃえ妹よ。ナイスショットだ妹よ。今の一撃、レティクルすごい広かったけど、当たっちゃったね。ラッキーショットって感じだけど、運も実力のうちってね。ただ、M10 パンターさんは奥の方に行っちゃったみたいだし、これ以上は撃てないかな？そうだね、お姉ちゃん。それにしても、スウェーデン駆逐さんは全然見つからないね。北からも南からも結構詰めてるはずなのに、どこにいるんだろうね。と、敵陣の背後に自走さんだね。了解だよ、お姉ちゃん。あわう。逃げられちゃったよ、お姉ちゃん。いや、それよりスウェーデン駆逐さんの登場だ妹よ。了解だよ、お姉ちゃん。狙い撃つね。3倍ルールか。厄介な。でもこの角度なら。ナイス撃破だ妹よ。あとは自走さんだけだけど、これは味方さんが倒して終了だね。そうだね、お姉ちゃん。成績発表。ヨダメ2949、キル数2、アシスト163、棒ダメ780。スコアは1122でチーム内トップ、初1バッジをゲットだね。終始は、重戦車戦場でティア8のカチコチ戦車さんたちに、いつでも禁断を撃てるように禁断を入れっぱなしで戦ってたから、ちょっと微妙な感じになっちゃったね。とはいえ、そこそこ活躍できて初1バッジも取れたし、よしとしようか。そうだね、お姉ちゃん。ではでは、ご視聴ありがとうございました。